さあ、はい、お願いします。床の世界チャンピオン白井健三の跳馬です。白井キムヒフン、自らの名前がついている技を 6.0 を飛んできます。3回ひねり、軽々と決めました。いい出来ですね。後ろに跳ねたんですけども、まあ、余裕のある跳ねというような印象ですね。はい、世界選手権の時と比べてもいかがですか。はい、すごいいい実施だったと思います。水鳥監督もうなる素晴らしい実施を見せました。この伸身姿勢も美しい白井健三の白井キムヒフンです。はい、やはりあの2年前から同じ技をやっていたんですけども、精度上がってきてますよね。 D スコア 6.0、 E スコアは 9.450、 15.450 です。